虫けん、気をつけてこれ撮ってんだよあ、そうか、もう証拠、証拠がはい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがぐしむちくんです。いや、ぐしけんです。けんか、むちむちだった、柔らかくしちゃった、紐状に。武器とかじゃないんですよ。え、違うの、剣の方じゃないの。いや、違いますよ。え、なんだっけ、どういう感じ。肩揚げチップスの肩。 お前、肩揚げチップスの肩でけんって言うの。そうですよ。わあ、でもこれ印象強いわ。いや、でも何回やってるんですか、このやりとり。え、いやいや、お前そんな急にやめてよちょっとちゃんと正座しようかないや、いいですけど。とりあえずこれだけは決めてることだ。一緒に伝説作っていこう。はい、ということで、はい、早速伝説のシンクロも決まったところで、はい、やっていきたいやつなんですけど、今回は割り出しみたいなことをやっていこうと思います。はい、はい、みたいなこと。そう、みたいなことっていうのが、まあ、多分あんまここを動画にする機会ほとんどなかったんだけども、まあヘラクレスなんだけど、あの採卵とかするじゃん。産卵セットをひっくり返して卵を取って、でその後動画外でこう管理しますとか、その動画の途中でその卵を管理してるやつっていうのがあって、あれが孵化してからどうするのかっていう部分を、まあやってなかったんで、そこやっていこうかなと。まあちょっとタイミング的にもいいので、なんでまあ早速出していきましょうか。はい、はい、もう今回手です。お、今回の、割り出しするやつこちらです。はい、あ、いや乗ってないじゃないですか。 あっち右左後ろに。ああ、これか。ごめんごめんごめん、バックダンサーの位置じゃないですかごめん、ここに出しちゃいました、すいません。でもこちらですね。はい、4つあるんですけど、まあ、こんな感じでヘラクレスの、まあ、ちょっと親が違うやつもいたりして、まあ、基本ここは一緒ですね。ここが一緒の、ここは別親ですね。これで、この中に、まあ、卵をこうやって9個とか5個とか10個とか7個とか書いてあるんですよ。それを、まあ、幼虫に、まあ、そろそろなってるかなっていう、まあ、1ヶ月ちょっと経ってるので、長いやつだと1ヶ月半ぐらい経ってるから、それぐらいになったらこう幼虫を小分けにしていくっていう。あ、そういう作業があって、だからまあとりあえず、孵化してるやつが何頭いるのかっていうのを確認する作業になります。あ、なるほど。そうなんで、これをもうひっくり返していくんで、だから確実に幼虫はいるんで、はい、はい、だからまあ一番気持ちが楽なそう割り出し。あ、まあまあ一応卵も確認できてるし。そう、基本的に、まあ、無精卵かなっていうやつ以外をこういう感じで管理してるんで。ああ、そう、また無精卵のやつは、まあ、同じケースだとしてもこう無精卵っぽいとか書いたりして管理してっていう感じなんで、これをちょっと掘り出していくんで、だからもう楽しいのは間違いない割り出し。ああ、そう、これをやっていきます。安心安全、安心安全、100人乗っても大丈夫。いえ、それなんだっけ、稲穂物置。稲穂物置。そう、これ割っていきますんで、はい、じゃあ行きましょう。よし、じゃあ早速1種類目からいきましょう。お願いします。最初ね、これだけちょっとね、もしかして卵出てくるかもしれないけど、これは 172mm と 68mm をかけたやつですね。結構でかいヘラクレス、オス。ケースも初めて見ましたね。そう、このケースで今年から今んとこ管理してる。もしかして買えるかもしれないけど、ちょっと小映えも空いてますけども、はい、この中にだからマックス7匹いてくれれば万々歳って感じかな。卵含めまあ 7あればいい、ひとまずは、はい、カッチカチですね。そうですね、いるんですかね。ね、線虫もちょっと湧いちゃってるけど、じゃあちょっとすいません、いいですか。はい、おお、いつもの。そう、ここ擦ってる時意味ないから、結局この指パッチン。なんだったのじゃあ。そう、パフォーマンス。うん、いきますね。多分無精卵じゃないと思うからいてくれると思うんだけど、いなかったら結構ビビる。あ、結構ビビりそうだこれ。ビビる大きさ。ちょ、今そんなのんきなこと言わないで。あ、卵ではありますね。ちょっと待ってね。あ、でも大丈夫そうな気するけどな。ちょっととりあえず一回ここ置いておきます。長いかこれ、もしかして。あ、ちょっと非常事態かも。あ、ちょっとまずいかなこれ。まずいかもしれない。なんでだ、ちょっ
あ、でもマットもちょっと劣化しちゃってるね。いなかったです。ちょっとこの土は劣化してるんで、ちょっとこの卵とりあえず1個あったけど、でも見た感じなんか無精卵っぽいな。孵化してこなさそうな卵というか、幼虫の跡が出てきてないから1ヶ月経ってるのに無精卵かもしんないね。ちょっと誤算ですね、これは。無精卵じゃないと思ってたやつが無精卵かもしんないな。だとしたらまずいな。まあでもこれ、このとりあえずこの親はこの箱だけなんで、一旦これは。ああ、なるほど。そう、だから他は見れると思います。ちょっと一旦この子は置いといて。雲行きが怪しいな。えぐいぐらいね。わあ、そうか、ちょっともしかしたらオスしっかりかかってないかな。ちょっとね、このオスあんまりね良くないかもしれないんだよね。交尾確認できてても無精卵多かったの、2匹目、2セット目とか、うん、だからもしかしたら種が弱かったかもしれない。ちょっとまあでも孵化してきてくれてればいいけどね。卵は確認できてるんですもんね。そう、でもちょっと無精卵かもしれない。ちょっとまあ引き続きちょっと様子見ます。じゃあこっから行きましょうか。こっからはまた別ので、もう有精卵なの確認できてるやつなんで、あ、ここはもういると思います。いなかったらもうちょっと終わり。これで5匹いるはずです。あ、いました。ほら、この見てみて、ヘラクレスの幼虫、これがこんなちっちゃいの。めちゃくちゃちっちゃい。こんだけ、こんなにちっちゃいのがもうほんと何百、百何グラムとか百何十グラムみたいになるから、で、百、まあ十何センチみたいな。これもう同じ親なんで、このケースに入れていきます、このまま。こんな感じで一旦、よし。あとは5いたら嬉しいねっていう。あ、いましたね。あ、ここにもいるね。お、あと1。あ、言いました。これで OK。おー。っていう、この孵化確認みたいなね。すごいな。このまま順調に行きましょうか。はい、これ9ですね。はい、さっきより増えた。うん。基本まあ10以下で、まあ10匹ぐらいまでで管理してる、この中で。これも出てきてるから。素晴らしい。いや、これバッチリですね。はい、1、2、ちょっと手でいこう。3、4、ここでいこうか。おお、すごい、素晴らしい。5、6、7、8。おー、いました。あー、90。あれ、あ、9、あ、90。あ、10いた。あれ、10入れたのか。じゃあ1個多かったですね。うわっ、出たー。コブズレっていうのがあって、これがまあ正常な、こう背中こうやって均等にこうシワがあるというか、はいはい、ザーッとあるのがまあ正常で、コブズレっていうのがあって、こいつ小ぶずれになっちゃってるんですけど、こんな感じ、わかる？こう前方は均等だけど、間ここがずれちゃって、こう屈折してるというか、ここも完全にずれてて、そう、これもっと大きくなったらわかりやすいんだけど、こうなるとこう羽化する率がもうガクッと下がる。ちょっとね、成虫までなってくれればいいけどね。これもなぜか10いましたね。嬉しい誤算。嬉しい誤算。もしかして最後に卵見つけて1個入れたのかもしれない。その採卵してる途中、ラベル書いてある。そう、産卵セット組んでる途中に、まあ、とりあえずいましたね、全頭。全頭でしたね、はい、そしてラストですね。これも10ですね。10、うん、いきます。あ、いいね。はい、1。お、すごいね、思います。はい、終わりますよ。はい、おー、
3、4、こいついつの間にピンセットから手に変えたんだって思ってる方はすいません。ああ大きさでもう優しく、はい、いくらをつまむイメージでもうほんと優しく優しくこう持ってあげてるんで。なるほど。今5かな。お、いました。お、いましたね。はい、あと3いればいいのか。お、よー、いた。すげえ、バッチリじゃない。あと1。あ、いないな。いないですね。いないですか。10数えてたとかね。いや、これで1、2、3、4、5、6、7、8、9でしたね。そう、なんか1頭だけまあ欲しいなって、まあ孵化できなかったのか卵しぼんじゃったのか、またまた幼虫になって星になっちゃったのかっていう感じですけど、まあでも割合で言ったら25分の24だったんで、この子たちは、まあ、割合で言ったら全然いいですね、はい。で、まあ、結果的にこんな感じで、24ですね。はい、バッチリ。はい、で、これをどうするかっていう部分なんですけど、はい、まあ、一旦この土、はい、はい、一回なくしました、はいはい。そしてここからこの24頭の、幼虫たちを引っ越します、はいはい。で、まあ、だからもうここからはもう幼虫管理用のマット、まあ、ラッシュマットっていう、とにかく安くて、まあ、成長もいいマット、これが一旦こう出して、これでも今後はこれを餌として食ってもらうんで。そう、これ食べる。そう、これ食べる。で、これを、まあ、食べてこの中にいるバクテリアとかに分解させてその養分を得ていくみたいな。ちょっと水いるかな。水分前よりだいぶ少なめにしたんですけど、今も300ぐらいしか入れてないですね。これで、まあ、一旦水分与えて、まあ、でもこのこっからの工程は基本もうあの幼虫お引越しと同じような感覚。そしてこれにこの、はい、このボトルから、このボトルで管理してます。僕は2100とかかなのブローン決めて、そう、これに処理はもう半分ぐらい、あー満タンには入れない、うん、2ヶ月ぐらいで僕がこう足して3ヶ月で交換するみたいな。うーん、こうして、まあ、さっきの幼虫、この子からいくか、はい。で、まあちょっとくぼみをこういう感じでこう入れました。ちょっと分かるか分かんないけど、で、これを繰り返していくっていう感じなんですけど、これを今繰り返して、で、これもうこのカゴに僕はもうこれ同じ親なんで、もうまとめて、はい、そう、ラベル各手間を省くために24個。そう、24個。なんかこれもめっちゃ使うんだよね、実際、うん。で、メスはもうずっとこれで、で、オスはもっとでかい容器。成虫になるまでずっとこれですか。そうそうそう。まあ、3ヶ月に1回ぐらいマット変えて、あとはもうこんな感じで、まあ、半分、半分、半分以下ぐらい、これで。まあ、これの繰り返しなんでね。お腹すいたな。そうですね。何食べる？いや、もう任せますよ。いつでも何でも。八幡さんたちも帰ってこないね。帰ってきたら音で分かるもんですか？あ、でも分かんないかもしんない。けど、なんとなくは分かると思う。うーん。よしけん、気をつけて。声取ってんだよ。あ、こっちも。この顔を横にかけるところ。あ、そうか、もう証拠、証拠が。いや、プロ野球も始まるけど、もう明日、明後日かな。ああ。楽しみだね。ヨザカイトって。お、ヨザ。はい。沖縄の人でしょ。そうそうそう。アンダースローの。はいはい。なんで沖縄多いよ、意外と生物。
そうですよね、うん、岐阜経済大学って、うん、じゃあその人の出身校、うん、その大学から初めてのプロ野球選手みたいな。あ、そうなんだ。岐阜経済大学ってなんか、うん、僕なんか高校もなんか行く人多かったよな。なんかつながりあるのかね、じゃあ沖縄の、うん、沖縄と同い年じゃないかな、下手したら。違うかな。あ、でも大卒1年、2年目とかかな、24の年とかになるか。ちょっと同い年かもしんないです。そうか、具志堅も24の年だもんね。はい。あ、すごい。あれ、どこ校なんだろう、沖縄の時。沖縄尚学でした。あ、そうなんだ。はい。沖縄尚学でエース。いや、多分あの、ライアン、うん、あ、ライアンで取られてた山城投手じゃなかったかな、エースは。あ、山城の世代な。はいはいはい。懐かしい、山城。知ってるんですか。あれ、山城って違うっけ。いや、あれ、あ、違う、あれはまた違うか。うん、プロにはまだなってない。裏添えのピッチャーと俺勘違いしてた。伊波翔吾ですか。伊波だ、伊波。あ、 DNA かな、かどっか行った。おー、そう。あと、あれとか、平。あ、平もね。平めっちゃいいからね。平、海馬。うん、海斗すごい、めっちゃ年下だし。そう、あれ21歳とかじゃない。しかも八重山商工。あ、そうなんだ。あの、石峰監督なのかな、まだ。そうなの、多分。えー、すげえ、めちゃくちゃいいよ。そうですよね、うん、球速いし。球が速いなってった。そう考えるとなんか西武はなんか応援したくなるような、うん、確かに沖縄多いとね。見に行ったことあるんですよ、昔ですけど。あ、ライオンズ3年前。はい、オープン戦でしたけど。うん、なんか球場の雰囲気とかもすごい。そう、見やすいしね。そう、はい、その適正温度がないだけで、暑すぎるだけで。あ、暑いんすか。そう、あれ、いつ行った時期で言った。オープン戦だから3月。あー、3月寒くなかった。あ、でもなんかいい感じ。そう、3月でもう寒いから、はい、ビールよりココアとかホットコーヒーが売れるんだよ、西武ドーム。あー、みんなもう本当それでもビール飲みたいかも。その体震えながら飲んでるから。まあ楽しいですね。そうそう。ちょっと土足します。はい、ちょっと見て。せーの。はい。これでまたどんどん入れてきます。西武が金獅子チケットっていうのを発売したんで。それ言ったかもな、無事件に。カメラが回ってない時に。あ、そうだね。そう、俺あれ、楽しみなんだよ。当たるかな。何でしたっけ、どういうシステムでしたっけ。まあ、チケットを買って、はい、その、なんだっけな、まあ、チームの客席あるじゃん。はい、客席に、そのチケットを買った枚数、例えば4チケット4枚買ったら、その席の4枚、4席に応援ボードっていうのを置けて、あ、自分が書いた応援ボードを置いてもらえるみたいな。そう、だからバックネットとかだったら応援ボードが、自分が書いたのがもうずっと見えるみたいな感じだと思うけど。うーん、抽選なんですね。そう、多分抽選、とりあえず抽選で、あと他にチケットが金色の金箔みたいなのがついたチケットが送られてくる。はい、ああ、その選手も指定できて。へえ。それがいいんだよね。飾れるし。誰好きなんですか。俺誰、そのめっちゃ笑うんだよ、いつも。まあチームが好きなのか。そう、チームが好きなんだよ。でもまあまあやっぱ今は森かな。おお。森今井とかやっぱ若い。若くで頑張ってる選手が好きかな、これからの。まあ、だから森とかはもう正直もう顔になってるから。
確かに。そう、そろそろその下の大滝とか、あの愛と、ああ、わかんないっすよとか、そういう徳春組がいるから、西川っていう左の、うん、そこら辺もう楽しみだけど。へー、こうか、はい、よし、これも同じ親なんで、ここにまた入れてきます。はい、これが意外ともう初っ端から土使うんだよね、何げ半分だとしても。お腹すいたな。なんか食べた今日の具志堅さん。何も食べてないです。あ、じゃあいっぱい食わないと大きくなれなくなるからな。なんでそんな子供みたいな。でもやっぱまだそのこの終わった後飯行こうってなっても外とか行けないから、はあ、まあ行かない、行けるはいけるけど、まあ行かないで済むならっていうので Uber Eats 頼むけど、やっぱ充実してたら頼んじゃうよね Uber Eats。 本当に使ったことないですよ。でも一回使ったらもうやめらんなくなると思う。あれもう怪物だよ。だからもう自宅にメニュー表があってみたいな感覚だから、あー、でもほんと普通にファミレスとかでメニュー見てこう呼び出しボタンを押して注文するじゃん。もうそれが自宅でできちゃうから。その感覚なんだ。そうだから危ない、あれは。クレジットでやってたら結構危ないかも。意外と何万とか使ったりしちゃうかもね。あー、ただもう全部まあ PayPay でもできるから。あー、そう、だからとりあえず今もペイペイでやってるけど、でもあれは気をつけないとちょっと危ないな。危ないっすね、うん、結局2袋かな、2袋使ったね。あー、まあ24、うん、だから1袋まあ 10リットルちょいあると思うんだけど、これそれだからまあ10リットルちょいで12匹の計算かな。で、ラッシュマットは基本的になんか袋売りというか、その50リットルが段ボールの中にゴミ袋入ってて、その中にもまとめてバーって土が入ってる感じだから、あ、そう、こういうそれを小分けにしてるみたいな。これでこれも Amazon に売ってるんで、で、それも概要欄に載せてるんでよかったら見てください。そう、備品のやつ でリンクも載せてあるんで、もうそのまま多分飛べばいけると思うんで、そしてラスト、はい、まあ、ちょっと遠目の風景であれですけど、でこれラストですね、はい、でこの子小ぶずれなんで、あ、最近、そうそうそう、で、ちょっとこれあぶれちゃったんで別のケースと一緒に、これはもう同じ親なんでこういう感じでもうここで統一して管理します。ヘラヘラのみたいな、なんていう名前で親がどんなやつでみたいな、産地ここでみたいな。だけどこれあぶれちゃうんで、その別の親のやつもいる場所になるやつはこう、まあひとまずこうやって分かるようにこれでまあもうこれを記入するみたいな、はい、6月17、はい、でこれも同様で、この子だけ小ぶずれになってるんで、同じのを記載してこうヘラヘラヘラクレスヘラクレス2020年の6月の17で、なんかこう米印で、はい、こんな感じでこう昆布ずれって、まあ分かるようにやるって感じですね。なんかこれはもう引き続きこうここの2枚もこういう感じでメモ帳みたいなので書いてっていう感じになります。はい、まあ、これがなんで採卵をして動画によく出てくる採卵をするっていう場面と、次幼虫を引っ越しさせるみたいなやつ、まあ結構でっかくなった幼虫
の合間の作業ですね。まあ、これあんまり動画にしてないんで、はい、まあよかったら参考にしてみてください。はい、そんな感じでどうでした、具志堅？いやいや、まあまあ、そのなんていうんですか、卵、うん、大体出たんですよね。まあ一応ね、その一匹のもう一個の親の方はちょっと無精卵だったんだけど、一番最初確かにちょっと、うん、三森さんのテンションとか感じがどんどん下に行ってる時は、うん、ちょっと怖かったですけど、だからこそちょっと、まあまあ、残り3個はもういてよかったです。確かにね、はい、とりあえずよかったね、はい、これで絶対いる割り出し、絶対楽しい割り出しって言って全何も出てこなかったとんでもなかった最初それ言って一箱目が、うん、あれみたいな、ちょっと恐ろしかったよなそう、だからまあまあひとまずこういう作業ありますっていう動画として上げられたんで、はい、まあ一旦良かったです。はい、はい、まあそんな感じで、これも、まあ、まあ間でこうマット交換する子たちになるかもしれないし、まあ動画外でやるかもしれないしなんですけど、まあ無事に羽化できるようにブリードも頑張っていきますので、はい、引き続き良ければ高評価とチャンネル登録もお待ちしております。はい、はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。